やばい、うちの仲間にならへん。うちの仲間にならへん。カズハが MC となり、メンバーが質問に答えるコンテンツがアップされ、可愛いものからためになる答えまでメンバーが教えてくれました。中でも注目は、大阪からこれだけは韓国に持っていきたいものはという質問。食べ物大好きなルセラフィム、桜は串カツ、全然串カツはよと、大阪名物のグルメをチョイス。そして他のメンバーは、たこ焼き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 、きげえよと、大好きなたこ焼きをチョイス。確かにルセラフィムはたこ焼き大好きですよね。たこ焼きよ、たこ焼き、今、たこ焼きがマジで食べたい。しかし、そんな中、一番たこ焼きと答えそうなうんちが違う答えを言ってたんです。カズアよ、カズア、カズアよ、カズア、ウソカイズテルバイスミラ。この回答にピオナたちも反応。食べ物大好きうんちですが、たこ焼きよりも真っ先にカズハの名前を挙げるあたり、カズハへの愛情の深さが伝わってきました。他にも桜のインスタでの写真の撮り方のコツなど面白い話が聞けるので、ぜひ元動画でお楽しみください。それではまた。